地球人です、はいまあ、地球人になったり火星人になったり土星人になったりなれるんですよね。まあ、何かって言って役者ですね。まあ、久保さんも結構その役を演じるっていうのもあると思うんですけど、なんかその発信をする上で、まあ、YouTube ってあの映像メディア、コンテンツメディアだと思うんですよ。で、よくそのなんかその発信しづらいみたいなね、なかなか発信できませんっていう人は、なんか役を作ってないんじゃないかなと思うんですよ。 うん、なんか自分だって本当の僕を YouTube で出したら喋んないですもんだって普通ふ普段ね多分これみんなそうだと思うんですけど独り言ずっと言ってますこれカメラに向かって独り言言ってるだけなんですよまあ動画を見てる人はねなんか語りかけられてるように見えてるかもしれないですけど、まあ、カメラに向かって独り言喋ってるだけですからねで普段普通に生きてたら独り言喋りますっていうそもそもで僕そんなにしゃべる人間じゃないですよ ただ、カメラが回っています。何かこう、は、やるときに、そのもう一人の自分ですよね。役。そこを作って、まあ僕はやってます。ただ、もう僕は回数がめちゃめちゃ多いので、なんかどっちも、なんか役が自分なのか、自分じゃないのかみたいに、ちょっとわかんなくなってきた部分ありますよね。ただ、まあ基本的に今もですよ。カメラ回ってないところでは全然喋らないですし、ただ、さんまさんとかね。 カメラが回ってないとこでもガンガン喋るらしいんですよ。だからあの人はもうもうあれですね。あの、あれなんですよ。で、僕の場合はすみません、カメラ回ってないとこはその喋らないです。うん。な感じで、まあ役を作る、役、役を作るといいと思いますね。あの、情報発信するときに。うん。どんなキャラクターを、あの、どんなキャラクターでいくのかっていう話ですね。うん。はい。いってらっしゃい。